みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回は意外と知らないトレーニングルームを使う人なら絶対に覚えておきたいテクニックをご紹介します。トレーニングルームでは装備やダメージの確認、それ以外にも様々な利用方法があります。まず最初にありがちなのが装備や遠投などを使用した場合です。再使用可能な時間になるまでとても暇になると思いますが、これは一瞬で回復できます。その方法は猫に話しかけ配置物を変更するだけです。たったこれだけで装備と遠投のどちらも回復します。次にバフ系で攻撃力を底上げしている場合です。表示攻撃力は1092から1134になっています。これも同じように配置物の変更だけで初期化されます。時間で効果が切れないグレードや笛の効果を検証するのにも非常に便利です。他にもヘビーボーガンの特殊射撃やライトボーガンの起爆銃弾にも応用できます。この方法を使えばかなり時間短縮になるので、ぜひ試してみてください。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら評価、チャンネル登録よろしくお願いします。